車内で目いっぱいまでね、なんとか冷やしてみましたけど、どうかな、それできるかな。結局ね、豊岡から乗ったのが結局最後またユラさんで帰ってこれましたね。地獄のやつ見てなかったけど、うまいこと最後も締めれましたけどね。乗るところのね、ギリギリ取ろうとしたんですけど無理でしたね。熱暴走がひどくて、涼しい。車内でだいぶ冷やしたんで、良さそうですね。ちょっとカメラ持ち直したかなっていうところで、まあここから車の中でね、ガンガンクーラーかけて行こうかなと思います。あー暑かったもんな。まあだいぶ熱害に苦しみましたね。さあ問題はあのやつがね、あちなみに駅員さん、あの係員さんね、あのちょうど朝押してもらった、あのちょっとね、あの運転手さんにあの切符持っててもらって押してもらってっていう、あのドタバタしてたんですけど、の時のね、あの方がいらっしゃったんで、ありがとうございますって、ね、ちょっとこれ言ってっていう感じで、無事に戻ってこれたんで、まあ、とりあえずもう遠くかしようかな、帰りも届くかと思ってたけど、ちょっと無理だね。あっちのカメラが行っちゃってるんでね、とりあえずちょっと様子見ながら、なんか面白そうなことがあったらまた回そうかなと思いますけど、もうここで本編も閉めちゃいます。まあ、で一応網の間で戻ってきたんで、言うて結局一応京都丹後鉄道全線制覇もしたのか、ね、一応全線乗り通しもしたという形になりましたんでね、まあ、あとまずちょっと休むところ探して、のんびりと帰っていきたいと思います。この帰るのが大変なんだけどな。もうここからはね、なんかあったらちょろちょろっと撮るような感じで、もう雑談することも何もないよ、話し切ったよ。ということでね、あとはね、カメラが直るか、なんか完全にどっかのパーツが行っちゃってる感じなんだよな。ダメかもしんない。マジか、夏休みどうすんだ。ということで、そのあたりはいろいろと考えながらね、模索しながら、また忙しくなれば、とりあえず戻っていきたいと思います。ひとまずね、動画の本編はね、これでね、締めさせていただきたいと思います。まあ、楽しい旅でした。ということでね、以上、気をつけて帰ります。遠いな。どうもご視聴ありがとうございましたと。なんつうか、わかりやすく観光客だよね。しかもこっち系の、わかりやすいね。なんかね、カメラこっちの方のね、スマホの方のカメラが止まりまくってた原因は分かったかもしれません。まあ一回あの熱暴走で行ったっていうのは言ってたんですよね。でその後かなり冷やすめたところに来て、ずっとやってたんですけど全然あかんなってなってて、でなんか知らんけどバッテリー容量もめっちゃ一気に減っててね、なんだなんだなんだと思ってたんですけど、これね分かりました。一回その完全にヒートアップした時に再起動かかったんですよね。で再起動かかった時にバックアップ、データのバックアップ、定期的にこれ入ってくんですけど、で、それが、どこまでやったかわからなくなって再起動した時に、どうも全てのデータをバックアップかけようと、一斉にデータ送信をかけようとしたみたいです。それで、通信のところとかが、と、メモリの、ところがね、どうもパンクしちゃったような流れみたいですね。なんで今、っていうのは、うちモバイルでも送信できるように、設定してあったんですよ。まあモバイルも放題にしてあるんでね。そしたら今なんか急に一気に3ギガとかね、急にピャーンと超えてたんで、合計で今5ギガぐらい一気に1日パーンといったんで、いや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 、おかしいだろうと思ったらね、そういうことらしいです。あの再起動かけた、ですから、豊岡の駅のところからずっとフル稼働でデータ送信しようとしとったもんで、ちょっと涼しいところに置いといてもすぐに、熱暴走しちゃうっていうようなオチみたいです。それでそっちでデータ使おうとしてメモリーカードもね、読み込みで筆で使っとるから、そこに書き込みしようとするから無理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 ってなったみたいですね。だから今ちょっと取れるようになりましたね。今止めました、とりあえずバックアップでもね、とりあえずこれで、なんとかしていこうと思います。
これね、対策になるのかな。もう多分ビデオカメラの方がダメっぽいんで、これでなんとか動かせるようにしたいときもね、こいつも。とりあえずこんな感じでいきたいと思います。今良くないかもね、急に。よし、で、ゆとたの買ってきましたよ。アミノ店ね、今ファミマの、アミノ店のところ、アミノにいますけどね、これでアミノってわかるかな、ですけどね、とりあえずアミノバイタル買おうと思いますけどね、アミノバイタル売ってなかったね、とりあえず、アリナミン買っときました。もうないや、アリナミンでどうないしてっていうねってね、アミノじゃねえじゃんっていうと思いますけど、タウリン入ってますかね。タウリンってあのアミノなんとかってね、アミノ、アミノエスエティルスルフォン酸らしいんで、よし、アミノ入ってる、よし、ね、あと、おにぎりね、買ってきました、ピリ辛だから、20M 気になった、やった、お前、なんでやねん、おにぎりでなんでやねんって思うかもしれないけどね、ちゃんとね、これね、ちゃんとあの調味料のところでね、アミノ酸類って、ね、アミノ酸と入ってますんでね、アミノ酸、ね、よし、これでもアミノ完成、いい、ダメだよね。